はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシーです。本日も妄想プレイしていきたいと思います。では早速ですね、では玉屋夜空を宿る花火大会ということで曲花火ちゃんに挑戦したいと思います。でね、とりあえずね、もう曲なので、私前まで曲でもね、なんかめちゃめちゃ気合い入れたメンバーで来てたんですけど、まあ、今回気合い入れてないってわけじゃないんですよ。なんですけども、一応あの相手がね火属性なので、とりあえず水属性で、で補助役で孫悟空さんをね入れてみた的なパーティーですねとりあえずね、ではちょっとこれで行ってみたいと思います。これ初見です。はい、まあ曲なのでね、そんな警戒しないでいきたいと思います。まあでも甘く見てたらちょっとダメだと思うんですね。はい、では行きたいと思います。相手はみんな火属性なのかな、これは。あ、防御力アップしてるね。そんな逃げ。えいえいえい、あちょうど受けた、ちょうど受けた。あ、そっち行っちゃったね。あ、でもね、いけた。はい、バトル2です、バトル2です。うん、今のところそんなね目立ったギミックっていうか、はい。はい、バトル3です、バトル3です。カメさんズです、カメさんズでしたね。みんな花火大会とか、あ、めっちゃ肌、あのみんな花火大会とか行きました？私はね、もう人混みが苦手なんで、あの隅田川の花火大会とかみんな行くじゃない、すごいなと思ってそのパワーすごいなと思って、すごいじゃない、あのテレビとかでさしか見たことないんだけど、ニュースとかでさ、すごいじゃない、もうもう花火じゃなくて人見に行ってんじゃないかレベルの、もうあれすごい人だからさ、いつも私が行くとしても、なんかちょっと地元で開催されてるようなちょっとちっちゃめのね、ちっちゃめの花火大会が好きかもしれない。そんな大きくなくていいからね、全然。むしろ自分たちで花火する方が楽しくないかな、そうでもないか、そうでもないか。はい、あ、まだだね、バトル5、バトル5ですね。そしてまたカメさんですね。また落ちた。はい、ではボスです、花火ちゃん。16ターンでスピックリー。なんかさ、曲のスピックリーって意外と難しくない？私結構難しいんだよね、なんかやっぱさ、ダンジョンがそこまで難しくないというか、まあ、スピックリーできるっしょみたいな感じで、結構厳しいターン数だよね、これね。結構短いターン数だよ。あの、これも出遅れたパティじゃない、もう出遅れたパティだね、これね。ハミちゃん、かわいい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 打ち上げちゃうんだから、だってめっちゃかわいいね。あ、
あーなんかよく見るとなんか横にコブみたいのがくるくる、なんかなんだろうこれ、クマ、なんかクマみたいのくっついてる、かわいい。びっくりできるかなこれ。ちょっちでも悟空さんキラーされてなかった、気持ちいい、キラーされてた気がするけど、花火ちゃんに。あ、やっぱされてる。悟空なんだっけ、悟空さんなんだっけ、悟空さんはなんだ、獣獣、いやそんなのなかった、そんなのない、なんだっけな、あと8ターンかな、あと8、いけっかな、いけっかな、いけっかな、これ仲間引き入れるかな。この位置関係仲間を引き入っていけるかな、これ個人プレイになりそうだけど、いやとりあえず使ってみよう、ちょ好奇心使ったらどうなんだろう、あ意外と意外と、あ意外と強い、意外と強い、はい大丈夫でしたね、ノッポンいけました、アスピクルも引き出したね、意外と悟空さんの SS を舐めてたっていう。意外と強かったですね。はい、あ、2個落ちた、ラッキー、花火ちゃん、かわいい、かわいい、金髪少女かわいい、金髪フェチなんでね、金髪キャラフェチなんで、ちょっとちょっとね、はい、てなわけで花火ちゃん無事にゲットしました、かわいいですね、魔族キラーですね、魔族キラー、花火特製感触玉、三尺玉ですね、三尺玉でいいのかな、ワンウェイレーザー、この子はどうなんだろう、進化するとなんかつくのかな、魔族キラーって、まあ、可愛いからいいよね。可愛いから何でもいいよ。はい、てなわけで、花火ちゃん、無事にノーコンスピクルできました。イェイ。てなわけでね、まあ、曲なので、直行そう思うと。最近ね、そこまで曲は携帯しないで、いろんなね、モンスター使ってみるのもありかなと思いました。面白いってね。今回は、まあ、不属性なので、無属性で固めて、僕を補助に、したパーティーで行ってみました。はい。だ湿気に弱いんだよね。あのね、ものすごいじゃん、もう。もうものすごい、東京に住んでる方は多分わかると思うんですけど、ものすごいじゃないですか、もう。もう湿気の、攻撃がものすごくて、私の髪を見れば多分わかりましたけど、もう湿気具合。この湿気具合。ものすごく私湿気に弱くてですね、あまり気持ちの、気持ちっていう、なんだろう、体調だったりとかね、このメンタルだったりとかがね、結構ね、あんまりね、まあ、そんなことも言ってないので、はい。ちょっと最近天気悪いですが、まあ、晴れた日をね、存分に生かして、みんな夏を、最後の夏を、ラストサマーを楽しんでください。私も、ちょっとね、まあ、夏の最後に何しようかな、やっぱ線香花火かね。線香花火かね。はい、てなわけで今日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いします。嬉しいでした。じゃあまたね。